ジョン・レン・ボーン、ジョン・レン・ボーン、ジョン・レン・ボーン、1944年8月8日から2015年3月26日は、イギリスのギタリストであり、作曲家、ペンタングルにおけるバンド活動とバート・ヤンシュとの共演で知られ、また、バンド活動以前から、活動中も並行して、ソロ活動を続けていた。一般にフォークミュージシャンとされているが、ケルト音楽、古楽、 クラシック音楽、ブルース、ジャズ等に関心を持ち、音楽性もそれらを施行している。代表作、鎧面の騎士では、中世の楽曲を取り上げている。2015年3月26日に、スコットランドの自宅で亡くなっているのを駆けつけた警官に発見された。心臓発作とみられている。去年70歳。ジョンレン・ボーンは、ロンドンのメリル・ボーンで生まれる。学校で、 クラシックギターを、ストムビ、この間に、古学の手ほどきを受けた。が、1950年代のスキッフルの大流行に、他のミュージシャンたちと同様に大きな影響を受け、ついには、レッドベリー、ジョッシュ・ホワイト、ビッグ・ビル・ブルーン・ジーラの活動を追いした。1960年代に入り、ポピュラーミュージック界では、リズムブルースが、新たに、大流行し、 デイビー・グレアムの衝撃が伝わってきた。1961年にマック・マクロードとイギリス南西部地方をツアーし、1963年に再度ツアーを行う。また、ロンドンのキングストン芸術大学で学んでいる間、短期間、R&B バンドでも演奏を行っていた。この頃、イギリスにおいてもフォークリバイバルが始まる。しかし、多くのフォーククラブは、 トラディショナルや伴奏のないフォークソングに偏り、ギタープレイヤーは必ずしも歓迎されていたというわけではなかったが、ロンドンのラウンドハウスに出会い、バックギターを務めることとなる。そして彼女と共に2枚のアルバムを録音した。双方のグリーク街にあるレクザンは1960年代前半、ロンドンで最もよく知られた。 コンテンポラリーフォークの演奏会場であり、イギリスとアメリカのギタリストとシンガーソングライターが集まる場所となった。1963年頃、エディンバラからロンドンに来たバートヤンシュと組み、ォークバロックとして知られるようになった、複雑なデュエットのスタイルを共に作り上げた。アルバム、華麗なる出会いでは、彼らの演奏スタイルを顕著に示している。1960年代に、 何枚かのアルバムをトランスアトランティックレーベルで録音した。その中の鎧面の騎士ザ・レディアンドザ・ユニコーンにはこの時期から始まったジョン・レンボーンの演奏の様式と題材が集約されている。鎧面の騎士ではクラシック音楽と工学の様式に従いつつジャズとブルースとフォークを混合させて演奏している。またザ・レディアンドザ・ユニコーンには彼の工学への関心が 色濃く反映されている。この頃、イギリスのトラディショナルフォークソングを歌っていた、ジャッキー・マクシーと演奏を始める。そして、バート・ヤンシュ、ベーシストのダニー・トンプソン、およびドラム奏者のテディー・コックスらと共に、ペンタングルを結成。1968年のアメリカツアーでは、カーネギー・ホールとニューポート・フォークフェスティバルで演奏し、大きな成功を収めた。 1970年代から1980年代にかけて次々にソロアルバムを録音した。楽曲の多くはケルトの色合いの濃いトラディショナルな題材を基調にし、様々なスタイルを織り込んだものとなっている。そして1970年代後半にはバートヤンシュとのフォークバロックを演奏した日々のようにアメリカ人ギタリストのステファン・グロスマンと共演し、2枚のアルバムを共同作成している。 1980年代初期、イギリス南西部のデボン州にあるダーティントン芸術大学に3年間通って、クラシック音楽を学び直し、作曲と還元落法の学位を取得した。ダーティントンで学んでからは、ギター演奏やフォーク分野以外の作曲も手掛け始めた。そしてその一方、フォーク分野の演奏活動も行い続けている。1987年、 マギー・ボイル、マギー・ボイルとスティーブ・ティルストン、スティーブ・ティルストン夫妻、元ジョン・レインボーングループのトニー・ロバーツ、トニー・ロバーツとニューヨークのントラル・パークでコンサートを開く。その時のバンド名は、シップ・オブ・フールズと呼び、同名のアルバムも発表した。この、シップ・オブ・フールズとは、セバスチャン・ブラントによって書かれた、詩文学、アホーブネから取っている。 1993年には、ロビン・ウィリアムソン、ロビン・ウィリアムソンとのデュエットの実況録音、ホイール・オブ・フォーチューンを発表。グラミー賞の最優秀、トラディショナルフォークアルバム賞にもノミネートされた。ザ・ジョン・デンボーングループ、シップ・オブ・フールズ、ドリス・ヘンダーソン、ステファン・グロスマン、バート・ヤンシュ、バート・ヤンシュとコナンドラム、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。